コピーゾンビか。ああ、それでマヤヤたちさらわれたんだ。おそらくな。それでこれからどうしますか？しばらくは様子見するしかないだろう。未だ救援が来る見込みはないからな。だがこの拠点があれば当分ゾンビの攻撃をしのげるはずだ。本当にそうかしら？前の拠点だって潰されたじゃありませんの。うん、数で攻めてこられるとまずいんだよね。それにレンとかいうリーダーも気になりますね。くださいな。ちょ、レイちゃん、そんな言い方。金崎、お前はそんなこと言える立場なのか？秋葉は救援物資を持って帰ってきた。久保田も何度も危機を察知してくれた。姫路は勘でカードキーを見つけたし、私も拠点を作るのに力を尽くした。それで金崎はみんなのために何をした？いいですわ。こんな程度のゾンビ、私一人で全滅させてみせますわ。あ、ちょっと待って、エナミ、あんなこと言わなくてもいいじゃん。マヤヤも行ってくるからね。私も行く。これでよし、今のうちに。どこ行ったの？あ、レイちゃん？レイちゃんでなくて申し訳ない。初めてお目にかかる私よ。わ、私？私のゾンビ？あややもいるようだ。さあ、人間解剖の時間だ。えひゃー！さゆり、ここは私たちが引き受ける。だからさゆりはレイレイを。二人とも。でも大丈夫さゆり、私たちを信じて。リサ、うん、分かった、頼んだよ。久保田リサ、お前がいてか。お前のような弱虫に私の相手が務まるか？いいねいいね、体が二つ、死体も二つ。おお、あれがマヤヤのコピーか。我ながらどう反応したものやら。マヤヤ、行くよ。イエーイ。あー、ごめん、ちょっとどう乗っていいのかよくわからない。邪魔だよ。戻れ、許さないから。お前の時が、私に来ない。くらえ！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 
まだ今時が私に答えとる。お前のところがお前の時が私に勝てるかな。私に勝てるかも。泣く泣く楽しませてくれ。お前の時が終わるぞ。やっやっやっや。そんなにやめられない。お前の時が、お前の時が私に勝てるぞ。私が水ごときに負けたこと？貴様、本当に久保田梨沙か？なぜだ？なぜ、なぜ泣き叫ばない？いつものように大好きな私の名を呼んで助けを来い！うん、怖い。叫びたいよ。でもね、私決めたの。もうさゆりに頼りきりにはならないって。私は強くなってさゆりと一緒に歩くんだ。消えろ私の弱い心。こいつと一緒に消えてなくなれ。リサの、自分のことだけ考えて楽しく生きるんじゃなかったのか。うん、だから楽しく生きてるじゃん。あひえー、マヤヤはね、今みんなといるのが楽しいので、そういうことで。んじゃ、嘘でしょ。なんかもうちょっとどうにかならなかったのかな、マヤヤのコピーは。終わったね。おーし、じゃレイレイ探しに行こう。うん、金崎さんの方はさゆりがいれば大丈夫だと思う。それより拠点に戻ろう。上条先輩今一人だし、なんだか胸騒ぎがするな。やっぱりリサリサも、実はマヤヤも嫌な予感がする。急ごスクールガール
ゾンビハンター あの門からゾンビが。あれを壊せばいいんですのね。まったく、どれだけいますの。さすがにちょっと疲れてきましたわ。しまった、まだそんなところに。レイちゃん、やっと見つけたよ。アキハさん、何しに来たんですの。何って、助けに来たんだよ。一人で行っちゃって心配だったんだもん。手助け無用ですわ。これは私の戦いですの。ダメ、私も戦う。どうして。余計なことなさらないでくださいまし。余計ってことないでしょ。私たち仲間なんだよ。仲間。私はあんたの欲しいものを持ってんだ。本当は欲しいんだろ。あんたも仲間。そんなもの私には必要ありません。レイちゃんに必要なくても私には必要なの。私にはレイちゃんが必要だから、一緒に戦うの。なんて身勝手な。身勝手でもいい。何ですの、何なんですの。私も散々言われましたけど、結局全員身勝手じゃありませんの。秋葉さゆり、何よ。勝手にしやがれ。そうこなくちゃ。見て、あそこからゾンビが溢れ出してきてる。少しばかり数が多すぎますわね。レイちゃん、私がゾンビを引きつけるから、あの門壊して。私？頼んだよ、信じてるからね。ほらほら、ゾンビのみんな、こっちだよーだ。はいはい、やってやりますわよ。アイドル時代だってそんな無茶ぶりしてくるディレクターはいませんでしたわ。さあ覚悟なさい、ゾンビども。銀河に輝く黄金のバラ、金崎レイ様がその門をぶっ壊して差し上げますわ。サイは投げられましたわ。よっ、これでよしですわ。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 隙ありですわ。
どの子かしら。まるで区別ですわね。これでよし。ですわ。封じになって。いい。やりましたわ。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。いいものを見つけましたわ。これでよし。ですわ。まるで区別ですわね。これでよし。ちい。ちい。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。やりましたわ。これでよし。ですわ。ちい。これでよし。よっ。よっ。どうせもありませんわね。この世界のアイドル金崎レイ様にかかればあんなものどうってことありませんわ。さゆりさんこそ結構やるじゃありませんの。ありがとう。でも本当レイちゃんが仲間でよかった。あなたって本当え何。いいえ何でも。さあ戻りましょう。ちょっとねえ今なんて言おうとしたの。ねえ言いません。そんなこと言わずに教えてよ。あなたには言わぬが花という言葉をお送りしますわ。え何それ。帰って辞書でも引きなさいな。先ほどドローンを飛ばしました。まもなく到着すると思います。ありがとうございます。助かります。でも本当に大丈夫ですか。あまり賛成ができないのだけど。しかし助かるには最善だと思います。わかりました。成功することを思ってます。ありがとうございます。これでよし。あとはお前たちを片付けてブツを取りに行くだけだ。
なくちゃいけないんだ。お前たちの相手ばかりしている暇はない。そこを解いてもらおうか。全力で拠点を守るぞ。そこをどけ。はぁ、くらえ。シュート。はぁ、拠点はまだ無事のようだ。リロード。はぁ、はぁ、拠点はもう長くは持たないぞ。敵が拠点に侵入、対処する。はい、シュート。あと2分。リロード。はぁ、そこをどけ。
中する。リロード。拠点に侵入するといい度胸だ。あと30秒。拠点に侵入。リロード。侵入するといい。耐え。シュート。何？リロード。拠点はまだ。か。拠点はもう長くは持たないぞ。終わったか。姫路、もう戻ってきたのか。うん、なんか嫌な予感がして。でも心配しすぎだったみたいですね。さすが上条先輩です。これだけのゾンビを一人でなんて。あれ、でもなんでここに集まったんだろう。あ、先輩どちらへ。救援物資を取りに行ってくれ。久保田と姫路はここを守っていてくれ。先輩、やっぱり胸騒ぎが収まらない。リサリサ、ちょっとここお願い。マヤやエナミンについてく。マヤや、エナミン多分一人で無茶する気だよ。幼馴染だからわかるの。リサリサもサユリンとレイレイが帰ってきたら一緒に来て。頼んだよ。うん、わかった。気をつけて。エナミンのバカ、何する気だよ。武器か、ありがたい。